同僚 A には小学5年生の息子がいる。 A はめったに子供の話をしないが、1ヶ月ほど前のある日ずっとイライラしており、息子の担任に腹を立てていると言った。その話の内容にかなり驚いてしまった。 A の息子のクラスは国語で意味調べという宿題を出されたようだ。そして必ず紙の辞書で調べてください、電子辞書はダメですよと言われ、 A の息子は電子辞書は持っておらず、何の迷いもなく紙の辞書で調べたということだった。だが翌日学校で担任が意味調べにかかった時間を生徒一人一人に聞き、30分以下で終わらせたと答えた生徒は電子辞書で調べたということにされてしまったらしい。 A の息子も電子辞書で調べたと認定されてしまった一人で、どれだけ紙の辞書で調べましたと訴えても担任は紙の辞書で30分以下はありえません、評価は E 最低ランクにしますと。それから約2週間後、また意味調べの宿題が出たと A が俺に話してくれた。生徒たちはみんな1時間以上の時間を答えたということだった。中には3時間ですとオーバーに言い過ぎた生徒もいて、それはそれで嘘でしょと疑われたようで、担任の基準で勝手に決められるとはちょっとひどいなぁと思った。多分この担任にとっては1時間前後が信憑性のある数字なのだろう。他人の息子の学校のことながら、その担任のやり方には違和感を覚えたな。教師によっていろいろな教育の仕方があるわけだが、これじゃあ生徒たちは変な嘘をつくことを覚えるような気もする。俺の母ちゃん、本当の母ちゃんじゃなかったって話。友達と海外旅行に行くことになって、初めてパスポート取るってことになった。母ちゃんにそのことを伝えたら、なんか歯切れが悪かった。俺は気にせず申請の準備をしていたら、ある日の夜、父ちゃん母ちゃんに居間に呼ばれた。戸籍取ると思うんだけどって話し始めた父ちゃん。母ちゃんは父ちゃんの横でうつむいてた。父ちゃんは俺が社会人になったら話すつもりだったんだけどと言い、俺と妹は母ちゃんの子じゃないと言われた。はあ？となった。頭真っ白になった。だけど、ちょっと納得した部分もあった。俺長男、下に妹、弟の順だが、俺は父ちゃんにそっくり。弟は母ちゃんにそっくりでも、妹は誰にも似てなかった。でも、小さい頃の写真見たら、俺と妹はそっくり。年離れた弟も、3歳くらいまでは俺たちにそっくりだったから。俺と妹は、父ちゃんの前の嫁の子だった。父ちゃんは、神妙な顔しながら話をしてくれた。俺が会いたいと言うなら止めないが、とりあえず、何があってこうなったか話すから、それから考えてほしいと。父ちゃんは、前の嫁と結婚して、最初に、俺、次に妹が生まれて幸せいっぱいだった。でも、俺が3歳くらいの頃から、全嫁がおかしくなっていったんだと。意味もなく、父ちゃんの浮気を疑って束縛して、会社に行ってても、ずっと電話してきたりしてて、父ちゃんが休みの日には、俺と妹を父ちゃんに任せ、どっか泊まり歩いて浮気してたんだって。はしょるけど、父ちゃんは、全嫁に暴力振るわれるようになって、でも、男だから仕返しなんてせずにいたらエスカレートして、片目を失明したあたりで、俺と妹を連れて逃げたんだって。その後数年はごたごたしたけど、知人が間に入って離婚し、親権は父ちゃん。でも、全嫁は、父ちゃんをストーカーして嫌がらせしてたみたい。俺は記憶にないけど、全嫁は、俺を返せ返せってわめいて、一度、誘拐もされたらしい。ちなみに、妹には興味がなく、俺だけに執着してたんだって。父ちゃんは、全嫁から逃げるために何回も引っ越ししたり、警察に訴えたりもしたけど、元母親だからってなあなあで、俺が誘拐された時も起訴。執行？猶予高で、
刑務所とかは入らなかったみたい。その頃、疲れ切った父ちゃんは、今の母ちゃんと出会ったと。母ちゃんは、俺と妹の世話をたくさんしてくれて、美味しいご飯も作ってくれて可愛がってくれたけど、全嫁に見つかったら何されるかわからんからと。父ちゃんは、母ちゃんから告白されても断ってたんだって。でも、母ちゃんは、めげずに俺たちと遊んでくれて、小さい俺と妹が、母ちゃんのことをお母さんって呼んだらしく。母ちゃんは、これは、もう結婚するしかない。何があってもあなたたちと一緒にいたい。と、父ちゃんを説得して、交際し始めたらしい。ある日、父ちゃん仕事を行ってて、俺と妹連れた母ちゃん、公園で遊んでたんだって。そしたら、公園の金網よじ登ってすっごい、怖い顔した女が、カッター片手に、母ちゃんの方向かって走ってくる。それが、全嫁だと分かった時は、もう、俺たちのすぐ近くで。まずいと思った母ちゃん、俺と妹引き寄せて覆いかぶさった。基地みたいな叫び声で母ちゃん、背中切りまくられた。近所の住民が助けに出てきたんだけど、それ見た元嫁が、母ちゃんを蹴り飛ばして、よろけたはずみで転がった妹を引っ張って人質に取ったのな。カッターを妹の顔近くに突きつけられたのを見て、母ちゃん、血の気が引いたらしい。それで、母ちゃん無我夢中で全嫁に突っ込んで、カッター握って妹に向かないようにして、前嫁に体当たりしたりして妹から遠ざけたんだって。その辺で、近所の人が、わーって押さえてくれて、警察来たり救急車来たりしたと。結果、俺は、無傷、妹は打撲程度。でも、母ちゃんは、手がカッターでズタズタだし、背中には刺された傷が何箇所も残った。そんで、俺、そこまで聞いてたら涙出てきちゃって。小さい頃、母ちゃんと風呂入った時に母ちゃんの背中、汚いよーって笑ったことあったのを思い出して、ものすごく胸が痛くなった。母ちゃんは、じゃあ、綺麗に洗いってよーって笑顔だったけど、ガキの頃とはいえ、俺はとんでもなく傷つけていたんじゃないかと思って。その後は、さすがに全嫁は逮捕されたんだって。でも、傷だらけになった母ちゃん見て、父ちゃん、別れ切り出したのね。父ちゃんと付き合ったばかりに、こんなひどい目に遭わせて申し訳ないって。父ちゃん、自分のことが悔しくて情けなかったって。でも、母ちゃんは、絶対嫌だって別れないって突っぱねて。父ちゃんも俺も妹も大好きで、一生一緒にいたいって。泣いて嫌がって、結局、父ちゃんは母ちゃんと再婚した。それが経歴で、父ちゃんは、俺に、当時の新聞を見せてくれた。全嫁が母ちゃんを襲ったことや、以前俺を誘拐した話が載ってた。全嫁の名前も載ってた。父ちゃんは、俺が、全嫁にどうしても会いたいと言うなら尊重するけども、俺の身が危険になる可能性があるかもしれないなら反対する。とよくわからないことを言っていた。母ちゃんは無言で、悲しそうな顔してた。俺は、事件のことなんかさっぱり覚えてなかったし、一番古い記憶は、もう、すでに母ちゃんと一緒だった。5歳以下の記憶がないのは、そのせいかとは思ったけど、俺の両親は、父ちゃんと母ちゃんで他はいらない関係ない。だから、会う理由がない、と告げたら、母ちゃんがうわーって泣いた。以上が俺の修羅場。